サンバはもともと柔道がベースになってるからジャケット技術が重要なんだ。これだけでも頸動脈を決められる。どうした？そんなんで殺されるぞ、プロレスラーに。どうだ？俺を崩せないだろ。まだ技に入るタイミングやバランスが悪いということもあるが、基本的に引く力が足りない。引く？ああ、柔道も三歩も相手を引っ張る筋肉が重要なんで。丹波、お前の場合は押し出す筋肉を使う空手用に完成してるからな。一から体作りが必要だ。今度は両手だ。よし。関節を決めるにはとにかく乗っかるんだ。自分の腹をここにくっつけ、体重をかける。この時足で支えない、軽くなるからな。自分の体重で固定するから何でもできるわけだ。例えばこの体勢から首をひねる。アンプでも一緒だ。相手の水落ちに自分の腹を乗せる。腕を決める。伸ばしてもいい。足でも決められる。大丈夫か？もうシャレになんねえよ。シャー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 Go! Look!レスリングも三本も首だよ、首。レスラーの頭ぶったらいても倒れないのは強い首が脳みそ守ってんだい。
全にポイントに入ってた。だな、丹波さん。こちらは俺の先輩で、みんなも聞いたことがあると思うが、河野勇さんだ。今日は俺の教え子、この丹波に本格的な試合を経験させてやってほしい。よろしく。よし。それじゃあ、自分が相手しましょう。待て。どうだ。まだ決まってないぞ。しかし背中のつく投げは決まりました。自分の勝ちです。頭から落とすのは反則だ。いいでしょう。先輩、今度はうちの部員の指導をしてもらえないでしょうか。うん、やったらいいじゃねえか。河野さん、サンボしかねえだろ。まあ、そうかもしれんな。俺は今日久しぶりに大学に来て思ったよ。ルールに従いポイントを奪い合うスポーツ、それもいいもんだってな。また一から三本始められる気がするよ。だがそれはあんたがやろうとしてるもんじゃない。河野さん、竹宮流柔術って知ってるか。うん。俺の空手とあんたから教わった三本を試したい。他流試合か。竹宮流には格闘技が競技化されていく中で消えていった危険な技が今でも生きていると聞く。だから試したいんだ。梶原が帰ってくる前に。お前らしいな。伝承者の泉宗一郎はお前が今まで一度も戦ったことのないタイプだ。